家だったり王様一族夢力みんな何かの道具。離れて歩くな。お前は特に。私、昔はおじいちゃんの言葉の意味が全部は分からなかった。でも、最近になってようやく分かってきた気がするんだ。自分のために走り続けるのだけが人生じゃない。誰かの幸せを自分の幸せだと思えるような、そういう生き方だってあるんだ。Thank you.
私、周りの人たちみんなを笑顔にできるような、そんな生き方をしたい。疲れた人をいつでも支えてあげられるような、そんな生き方をしてみたい。私は最近思うんです。Thank you.
命は心を運び伝えるものだって。私長い間怯えていました。人に気持ちを伝えるのも人の気持ちを知るのも怖かった。でもそれじゃいけないって勇気が教えてくれたんです。自分から触れ合おうとしなければ何も生まれ。Thank you.
お前ら、ありがとうな。